さあ、なるべく試合当日にお送りしているゲームレビュー。今回日本代表ということで、えーえー、北中米ワールドカップ、えー、アジア最終予選の第4節、えー、オーストラリア戦ということで、えー、結果は1対1のドローでした。で、まあ今日のゲームなんですけど、まあ、僕の中では多分、ここを最近見た試合で一番面白かったのかなっていう感じはありました。はい。というのも、まあ、 まあ今ここにまあ今日のスタメン途中交代の選手も含めたボードはあるんだけれどもま,あまずスタメンまあねあねの遠藤航がまあ今回体調不良でベンチがいいっていうことになってまあ田中碧と森田のねあの2ボランチっていう形になったんだけどまあちょっとまあ森田が下がり目になっちゃったことで前線の来てまあ前線まあちょっと 真ん中の部分で、うん、まあ、ちょっと苦労したかなって感じはありました。で、まあ、ただ、あの、町田谷口板倉はすごく安定してたし、結構板倉も結構前上がってたけど、しっかり守備にも回ってたし、まあ、ただ、板倉の穴を突かれて、右で攻め込まれるってシーンも何度かあった。うん。で、まあそこはまあ律と、まあ竹房で、 うん、守りきるっていう部分もあったし、ただそこ抜かれちゃったときは、やっぱ厳しいなと思った部分もあったしって感じでした。で、まあ、あと、まあ、三笘、南のまあ、南のは結構真ん中に寄ってて、まあ、三笘に関しては、まあ、完全に緊急されてるなって感じもあったし、ちょっと膝に不安があるっていうのを聞いたときに、なんで三笘、今日避けなかったのかなっていう不思議はあった。 メディアかなんか気にしてるんだったら森屋さんはもう本当病でやめた方がいいよ。うん。で、あと、まあ、それとと、それと同じぐらい疑問になのが、上田綺はなぜスタメンで使ったのか。うん。俺だったら今日上田じゃなかったねと思う。スタメンは。うん。今日だったら、まあそうね、俺だったら大橋使うかなって感じもあったし、うん、大橋スタメンで使っても面白かったかなって俺は思う。 し逆に小川サメでもよかったかなと思うし逆にその、まあ、ただ相手が疲れてきた時に小川か小川なのと思ったしうん俺だったらここだここまあ相手疲れてきてる時だったら俺は前田大全使うかなって思う、まあ、今シーズンセンリックでもゴール決めてるし悪くはないんじゃねと思ったで交代枠が1枚あの交、ー、代枠は3枚使い切ったんだけど人数としては1枚残ったんだよね うん、そこだったら俺、俺は三笘下げて、うん、俺は旗手を入れてたかな。うん、そう、旗手両のポジションだったら、いつも戦力やってるポジションだったら、田中森タの位置よりも南の久保とかこっちの前線の方に入れた方が、多分活性化するし、ミドルも打てるから、そういう部分では非常に面白くなるんじゃないかなと思った。ただ、 まあ、オーストラリアも、ねまあ、いろいろあったみたいなんだけどもそこはちょっとまあ置いといて今、日本代表に関してちょっと集中的に言してもらおうかなと思いますで、まあ、正午のオウンゴーに関しては、まあ仕方がないかな、まあ、そういうこともあるよね、まあ、多分、浦を知る時のファンサポーターからすると、まあ、つい最近見たなこんなような感じの失点をっていう部分だと思うの、うん、けどあの明らかにあ,のあれと違うからフィールドが違うから なぜか同じ最下だけど、あのー、こっちは J リーグで、こっちは代表だから、そう、代表の選手がこういうことっちゃダメよ。厳しいこと言うけど、うん、こういうミスは絶対犯しちゃいけない。うん、まあ、けど、まあ、その後ね、まあ、相手に流れを持ってかれないで、まあ、なんとか戦えたから、まあ、そこは良しとしましょうじゃないかというふうに僕は思ってます。うん。で、 相手がオンゴールしたシーンもよくまあ中村が相手のサイドでギリギリまで持っていってそう、多分あれ三笘だったら多分ラインわってたんだよけど中村だからこそあそこなんとか行けたっていう部分もあるよねうんほんと中村圭斗上手いなと思いますよはいで、まあ、もうちょっとあの伊藤純也入れるタイ,タイミング早くても良かったかなと俺は思いますうん まあ確かに、堂はもすごくいい,いい選手なんだけど、リッツ、まあ、早めに下げて伊東純也でも良かったかなとはね、俺は思ってます。うんまあ、今日、交、あ、代、のー、のタイミング、うん、もう考えるとあ、もうちょっと早くても良かったのかなって、俺は思ったりするんだけどね。 後半17分に伊藤純也が入ってきて、でもそれをまあ考えたら、もうちょっと早めに、あれからまあ、あとまあまあま、後半頭から下げてもよかったのかな、後半17分に入れるんであれば。うん、相手もね、あの後半頭から、あのー、ブラッタン下げて、やすべく入れてきたし。うん そういうのも考えると、まあ、オンゴールしてね、まあ、動い動き出して、て動き出すんだったら、もうちょ早めに動き出してね、ちゃんと5人使った方が良かったんじゃないのと俺は思います。うん。で、まあ、オーストラリアに関してなんですけど、まあ、俺個人的に、あの、すごい、あのー、この人いいなと思ったのが、あのー、ジョーガそう。あの、このゴールキーパー、すごく良かったね。うん。まあ、失点のシーンは、まあ、オンゴールの仕方がないにしても、それ以外、 あの、日本のね、あのー、まあ、まあ、基本的にまあ、相手5バックだったんだけど、まあ、日本と違ったのは、守備的な5バックだったんだよね。そうあ。日本は攻撃的な5バックだから、もう基本3枚。プラス、大体、あの、遠藤がいるときは、遠藤が下がってきて、あの、4センターになるんだけど、今日そのセンターの位置を森田がやってたから、ずいぶん今日は、うん。 オーストラリアの攻撃もよく真ん中で抑えることもできたかなと思いますね。ただ、その中でも、ジョー・ガウチのプレーっていうのは、すごく自分の中ではいいなと思ったし、まあ、コーナーキック、あのーね、インスイング、アウトシングルボールもしっかり反応できてたし、うん、俺はこのキーパーいいなと思った。あとまあ、あのー、全国の J リーグファンからすると、まあ、ミッチェル・デュークが見れたのはいいけど、まあ、ダウンは見たかったよなと思うだろうねと思ってる。うん まあそれはな俺も同じ意見だから、まあ、けどまあ今日この試合まあ見てまあ、結構あのー、実況配信の最後の方でだらっあると喋っちゃってるんだけどさまあそれも見てもらえればと思うんだけど、うん、早送りして、あのー。まあ俺の中で本ほんと今年見たゲームで一番面白かったかな しかも、オーストラリア代表なんかね、あのー、首都高かなんか渋滞にもハマっちゃってたわけで、それでもなんとかね、間に合って、ね、試合してんだからすげえもんだよ。本当さすがだよ。まあ、そうなんだ。当たり前なんだけどさ、そう。これ、間に合わなかったら本当事件だったよな、って俺思ったよ。本当に。うん。 ただ、そう今日代表戦あるのは覚えてたけど、そうあのー、会社の車の中で聞いてたラジオでその首都高が渋滞してるって見た時に聞いたときにそう、すっかりオーストラリア代表のこ忘れてたからね。ただまあ、一つ言ったら、ああののそのまあ、宿泊施設とか、あ、うん、あのまあ、確かにあのーまあ、浦和美園の駅前と横印があったりもするけど、 代表の選手が泊まれるようなホテル1つ作っても俺はいいのかなと思ったりするとやっぱり選手たちの,そのコンディションの部分で、あのー、代表の選手もそうだし相手チームの選手も整うことができるんで、まあ、そこはまあポジティブな部分なのかなと思うんで、まあ、そういう、ねあの施、ー、設があってもいいのかなと僕は思いました、まあ、とりあえずえーまあ負,け負けなくてよかったなという印象です。 まあ、とりあえず、えー、ここまでで3勝1分け勝ち点10ということで、まあ、上出来だと思うんで、まあ、次のね、まあ、代表戦11月になりますけども、まあ、またしっかりここにも勝って、あのー、前向いて、あのー、ワールドカップに向けて、前進していければいいのかなというふうに思います。というわけで、えー、今回のレビューは以上になります。えー、まあ、今度は多分金曜日、 FC 東京と神戸のレビューになると思うんですけども、まあ、その前日木曜日の動画を上げますんで、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。それでは、えー、最後までご視聴いただきありがとうございました。